かったね。あれっぱや。いや本当私が選んだこの店大正解ね。いやお前このスープ最高にうまいっすね。でしょ、はい。このスープならね何入れても美味しいと思うの私。確かに。確かに。確かに。お米とかどう？あ確かに。それ美味しい。ね、確かに。確かに。いやそれそんなんいいっす。美味しいと思う。いやカニカニはいや分かった。じゃあさポテトチップスとかどうかな。あ確かに美味しいかもね。ねあとポップコーンとかも美味しい。あ味濃いからね。うん、いいかも。ポッキーとかも美味しそう。お菓子ばっかりじゃないあなた。ポッキーに関してはノンノンノンよ。何それ。そんなもの合うわけないじゃない。じゃああれはリンゴとか。リンゴ。リンゴどうかしらね。レモン。あ美味しそう。蜂蜜？それあんた隠し味じゃない。いや隠してどうすんのよ。違うか。いやいやあるでしょもっと。じゃあサプリッツはどうかな。またお菓子じゃない。ノン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 ですよ本当に。プリッツじゃなくてそのプリッツを粉々に砕いてプリッツってわからんようにしてこう入れて。隠さないで。隠し味はなしよ。ありがとうございます。そうか。いやそうかじゃなくてもっとあるじゃないうどんとかそばとかね。例えばあなたたちが好きなものを入れるとかね。私はい、好きなものいちご。いちごね、うん、合うわけないじゃない。そうかな。はいはい好きなもの、はい、グレモリン。何よこれ。今セミですか。違うわよ。それはミミミミミでしょ。違うわよあなた。助けたんだよあなたを。なんか違いますよ。違いますよって何よ。失礼ね。違う、そういうんじゃなくて。じゃあ、嫌いなものとかある。私はね、ちょっとレバーが苦手なんで。レバーね、合いません。そうなんだ。それは無理よね。嫌いなものか。なんか苦手なものとかないの、うんうん、苦手なものは中野さん。中野さん苦手なものは中野さん。ちょっと一回入ってみよう。ザブーン。あ、この出汁すごい気持ちいい。あ、蘇った新しい中野さんです。毎度そういうところが苦手なんですよね。あなたを助けたんじゃない、うん、苦手だよね。な何よ、うん、C じゃないわよ。何新しい中野さん XP。 苦手だよね。違うわよ。この中に入れて美味しいものを話し合ってるんでしょ。そっちですよね。そりゃそうよ、そっちだ。ちゃんと考えなさいよあなたたち。ってなってくると、うん、美味しくなるのはやっぱりここの麺。まあそれね。そうなのよね。確かに。そういうところが苦手なんですね。いやあなたを助けたんじゃない。JR 中野駅より徒歩1分レンガ坂にありますづけ麺ひで。こちらのお店は麺にタピオカをブレンドしているのでもちもちとした食感と、なんとカロリーも通常の半分。スープもこだわりの醤油と鶏ガラと魚介のダブルスープを使用。こちらもなんとコラーゲンたっぷりなスープなのです。プルプル。あっさりとした味付けなので女性でもペロリと食べられちゃうかも。そのままの味を楽しむのもよし、卓上の調味料でオリジナルの味で楽しむのもよしのヘルシーなつけ麺です。つけ麺やラーメンを食べたくなったらづけ麺ひでに食べに来てね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック、どんな涙も乾いてゆく、降り注ぐ光から手中に君も歌おう。ハッピーミュージック、素晴らしい日がやる。